皆さんこんにちは。今回はミッドジャーニーから 3D アニメーションを作成するチュートリアルとなります。ミッドジャーニーでもバージョン6で 3D 対応予定となっており、非常に楽しみですが、リリースはまだ先のようなので、今回は違うツールの紹介となります。一つは 2D から 3D モデルに変化するためのツールで、すでにサービス化されている CSM という AI ツールを使って作成方法をご紹介していきます。もう一つが 3D モデルに動きを与えるためのリギングといわれる作業を AI 化したミキサーモです。この2つのツールを使うと今流しているような動画を作ることが可能になります。それでは CSM の使い方から説明していきます。 CSM を利用する際にはこちらのサイトにアクセスをしてください。サイトの Take Me ホニャララにアクセスするとウェブ上からファイルを選択して作業することもできますが、ミッドジャーニー利用者は Discord を使った方が便利なので Discord でのやり方を紹介をしていきます。画面上にある Discord のアイコンをクリックしてください。画面が Discord にリダイレクトされ、 CSM からの招待が来ます。招待を受けるをクリックするとDiscord が起動されます。画面が Discord に移ると左側の欄に CSM のアイコンが作成されています。画面中央部にベリフィケーションの案内が来てるのでクリックします。多分ここで少し混乱する人多いと思いますが、マストリードを読まないと次に進みません。一度左のチャンネル一覧にあるマストリードを開いてから再度ベリフィケーションを押しましょう。ベリフィケーションに成功するとチャンネルが多数表示されているはずです。これで準備が整いました。使い方は至って簡単です。チャンネル一覧にあるイメージトゥー 3D をクリックします。プロンプト欄にカーソルを合わせスラッシュを押すと Get 3D というコマンドが出てくるので、それを選択します。そうするとプロンプト欄とモデル欄が出てきます。プロンプト欄にはテキストと画像 URL を入力できます。テキストの場合はミッドジャーニー同様に 2D 画像が生成され、気に入ったら 3D にすることができます。しかしこれだとどんな画像が出るかわからないので、ミッドジャーニー等ですでに作成済みの画像 URL を貼ってそれを 3D 化するのが通常のやり方になると思います。またモデルは CSM のバージョンのことを指していて、現在 1.0、1.1、1.2 の3パターンがあります。 1.0 と 1.1 は無償で使えます。 1.2 は有料ライセンスの購入が必要です。 1.1 と 1.2 を比較してみましたが、私の感想ではモデリングに大差はありません。生成速度は有料の方が優先されるので早いですが、モデリング品質はそこまで差がないので、お試しする分には無償で使える 1.1 で十分です。では画像 URL を投入して 3D モデルを作成してみましょう。一旦ミッドジャーニーサーバに戻り、作成する画像を選びます。今回はこの魔法使いっぽい女性にします。画像を選択し、表示されたら右クリックで画像のアドレスをコピーを選択します。そうしたら再度 CSM サーバに戻ります。イメージトゥー 3D のチャンネルに入り、プロンプト欄からスラッシュで Get 3D を選択します。続いて先ほど取得した画像の URL をプロンプト欄にペーストして貼り付けます。プロンプトの下にモデル欄が出るので、無料版を利用の方は 1.1 を選択します。画像が出てくるまでしばらく待ちましょう。画像が表示されると Get 3D プレビューというアイコンが画像下に表示されるのでクリックします。数秒後、CSM 3D ビューヤーというメッセージが表示されるので、これをクリックします。クリックすると CSM のウェブサイトにリダイレクトされます。私はすでに多くのモデルを作成していたので、たくさん表示されていますが、初めての人は1体だけ表示されていると思います。ここで注意が必要になりますが、生成には時間がかかるため、ステータスの状態に注意してください。この段階で画像をクリックしてもまだ生成中のため、3D モデルは表示されません。画面上部にトレーニングプレビューと出てますが、まだ準備中の段階という意味です。これが終了するまで結構時間がかかります。混み具合にもよりますが、無償版だと数分から数十分以上かかる時もあります。では少し時間をスキップしてプレビューが終了した状態まで飛びます。先ほどの画像を再度開きます。こんな感じで 3D モデルが作成されています。また画面上部のステータス表示がプレビューダーンに変わっています。画面をクリックしながら動かしたり、ホイールを回すとモデルの view操作ができます。ここで大部分の人がなんだこれと思ったと思います。これで完成ではないので安心してください。画面上部のリファインメッシュというボタンをクリックします。そうするとモデルを洗練してくれます。画面上部のステータスがリファイニングに変わったら、再度処理が終わるまで数分かかるので待ちます。時が進みました。いろいろ画像増えてますが気にしないでください。先ほど作業していた画像は右上2番目のです。リファインダーンになってるので開きます。ズームしたりして観察してみます。はい、まあこんなもんです。
これが人型だとアベレージと思ってください。ただ工夫によってもう少し見栄えよくできるコツと、人でなければもう少しマシに見えます。モデル作成のコツは後回しにして、まずはアニメーション化までの流れを説明します。画面右上の上にあるダウンロードボタンをクリックします。ダウンロード種別のウィンドウが表示されるので、真ん中の段のオブジェファイルを選択します。ダウンロードが終了したら一旦 CSM での作業は終了です。続いてはミキサーモを使って作業を行います。ミキサーモはご覧の URL から進んでください。真ん中のサインナップ4フリーをクリックします。お好みの方法でアカウント登録をしましょう。クラウドサービスは Google の SSO が楽ですよね。私はすでにアカウントを作ってるので、画面を戻します。ログインボタンを選択しログインします。ログインするとこのような画面が出てきます。右側のウィンドウにキャラがいるのは前回の作業が残ってるためです。初めての場合は何もありません。では先ほど作成した 3D モデルをアップロードします。画面右のアップロードキャラクターをクリックしてください。ファイルをアップロードする画面が表示されるので、先ほどダウンロードしたオブジェファイルをドロップします。読み込みまでに数十秒かかりますので時間飛ばします。 3D モデルが読み込まれたら、画面右下の NEXT ボタンを押します。続いてオートリギングの設定画面が出るので、水色の円を口から顎の付近に配置します。同様に緑を手首付近、黄色を肘、オレンジは膝、ピンクは股間付近に配置します。なお左右対称の画像でない場合は、画面下にあるユーズシンメトリーのチェックを外すと片方ずつ配置することができます。以上、すべての配置が終了したら NEXT を押してください。これでリギング作業の終了です。こちらの画面からアングル変えたりできるので、チェックして問題がなければ NEXT ボタンで進みます。もう一回 NEXT を押します。これで完了になります。体の中心がグランド座標となってるため最初沈んでますが、これはポーズ選択すると直ります。画面左側にいろんなポーズがあるので、好きなのを選択しましょう。さまざまなポーズを見ることができますので、一通り試すと良いです。さて、あえてわざと触れませんでしたが、このモデルの足がおかしいことにお気づきと思います。これは皆さんも同じように作業すると必ずこのような状況に陥るので、わざとです。このような体がくっついてしまう問題を防ぐには、一番最初の 2D モデルがポイントになります。具体的に説明していきます。3D モデルに動きをつけた際におかしく見えた理由は、体の部位同士が 3D 化した時点でくっついてしまっているのが理由です。こちらの少女は靴の部分が完全にくっついてます。そのため左右の足を分離することができません。では 3D モデルの原画となった 2D の画像はどうだったのか見てみましょう。 2D モデルではくっついていませんで、でも 3D モデルにするとくっついてしまったわけです。つまり AI ではこの程度のスペースだと 3D 化するときにくっついてしまう可能性があるということです。これは非常に高確度で発生し、このスペースでは 50% 以上の確率で私の経験上失敗します。他のパターンも少し紹介します。例えばこちらの赤い帽子のモデル、一見大丈夫そうに見えますが、開いてみてみます。アップするとご覧のようにくっついてしまってます。これは 2D モデルの足間隔が狭いのもありますが、影はそれ以上に悪影響を与えます。実際に影を取って足幅の変更をしてないバージョンを試してるので見てみましょう。元画像は左側のように影を取ってます。これはミッドジャーニーのインペイント機能でできます。ご覧のように影を取ったら足のくっつきが取れました。このように足元の画像は 3D モデル化する際に注意するポイントです。続いてこちらのモデルは足幅はかなりあるのですが、それでも影の影響を受けてしまってます。ですので影の削除は基本必須で、その上で足幅を拳一つ分以上取るのが良いでしょう。さらに続けてゴブリンの例を紹介します。 2D モデルを見ると足幅は十分あり問題なさそうです。しかし右膝と右手親指がわずかにくっついてます。この程度でもアニメーションにすると致命的です。実際にミキサーモで見てみましょう。先ほど同様オブジェファイルをダウンロードしてミキサーモにアップロードします。読み込みが終わったらリギング設定をしていきます。円を V に配置して NEXT を2回押したら完成です。見ての通り指と膝がくっついてしまってるので、画像が伸びて非常におかしくなってしまってます。結論として、体の動作部分を近づけないような 2D 画像が 3D モデルに適してると言えます。つまりそのような画像は T ポーズですね。 T ポーズで少し足が開き気味の画像、かつ余計な影や背景がないものが最適です。では最後、成功モデルを使ってアニメーションの書き出しまでやっていきます。それではアニメーションのモデルですが、こちらの少女を使って説明していきます。原画は T 字ポーズで足幅も狭すぎず、3D モデルも綺麗に仕上がってます。全体的に大きな崩れもないですし、良い出来です。
少し顔面が平面すぎるところがありますが、 100% AI 生成ですので十分です。まだ検証数が40キャラぐらいなので確かなことは言えませんが、原画が平面的な絵の方が比較的綺麗な仕上がりになりやすい気がします。ではモデルをオブジェファイルでダウンロードします。ダウンロードしたオブジェファイルをミキサーモにアップロードします。リギング画面で円を各部位に配置して作業を進めていきます。読み込まれたら左側のアニメーション一覧から使いたいポーズを選択します。せっかくなので少し動きが派手なものを選ぼうと思います。これも悪くないですが、もうちょっと全身運動が良いです。なお画面左上のサーチを押すとアニメーションタイプを選択できます。格闘やスポーツ、ダンスなどがあるので目的に応じて絞ると良いでしょう。今回はダンスに絞って探しています。これが良いです。決めました。使いたいアニメーションが決まったら画面右上のダウンロードボタンを押します。ダウンロードセッティングが出てくるので目的に合わせて変更すれば良いですが、特別な理由がなければデフォルトで良いでしょう。そのままダウンロードボタンを押してください。これで FBX ファイルが完成しました。では作成した FBX ファイルを 3DCG ソフトで開きましょう。最もメジャーなブレンダーを使います。グリーンバックで動画にするところまでなので基本操作しか使いません。初期のオブジェクトは削除し、ファイルからインポート FBX を選択し、先ほど作成したファイルを選んでください。インポートがされた時の注意ですが、サイズが非常に小さいです。今後のバージョンで変更されるかもしれませんが、現在はミジンコレベルの大きさなので、インポート後サイズ調整はしておきましょう。シフトタス A からメッシュ、平面を選択します。 S をしてマウスで引っ張り平面サイズを大きくします。マテリアルプロパキから新規を押してベースカラーをグリーンに設定します。影つけないので手を抜いて平面を斜め斜面にして済ませます。グリーンバックができたので視点を合わせます。ビューから視点を揃えるで現在の視点にカメラに合わせるを選びます。微調整しながら体全体が動画に入るように調整します。アトキソンライト消して3を配置します。シフトタス A からライト3を選択。3を適当な位置に配置したら、画面下部のタイムラインを上に引っ張り終了時間をアニメーションの時間に合わせます。続いて画面右の出力プロパティを押して出力を選択します。ファイルフォーマットから FFMPEG 動画を選びます。以上で撮影準備は終了です。車体選択してコントロールプラス F12 を押すと録画が始まります。時間かかるのでスキックします。処理が終わったら出力ファイルを見てみましょう。問題なくアニメーションが撮れましたね。私の場合この後パワーディレクターやプレミアプロ等の編集ソフトに取り込み動画内の映像で使用しました。以上になります。今回のように AI を活用すれば誰でも簡単に 3D アニメーションが作成できますね。まだまだ品質の面では手作りと比べると物足りませんが、 AI の進歩が急速に進んでるのでどんどん改善していくのではないでしょうか。それでは今回は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。